おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1254です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てをやっていきましたこちら HGPF のローエングリンコ、はい、こちらの方で、ね、ちょっと紹介していってる途中なんですけど、前回は頭部と胸部と両腕ですね、こちらの方の組み立てをやっていったということで、今回はその続きですね。今回はまず足作って腰作って、まあ、背中のものを作って最終的にまあ合体させて完成ということにしていきたいと思いますのでね、まずは足のパーツですね、そちらを用意していきたいんですけど、こちらに関してはね、左右同じような作りという形になってますんで、片足分だけちょっとね作っていきたいと思いますんで、そのパーツ用意したいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応こちら右足分ですねを用意したんですけど、こちらはまあ通常のね足パーツで、足首のパーツが2種類あって、1個が武装モード、もう1個が通常モードみたいな感じのパーツになってます。で、こちらが走行パーツみたいな感じになってるんで、まあ組み替えることによって走行ありなしみたいな、一応そういう組み替えできるっぽいですね。はい、ということでまずはこちらですね、このパーツをベースとしまして、こちらのここの部分ですね、ここのところにこのポリパーツ風のやつを入れていくと。で、こちらに関しては軸が長いのと短いのがあって、長いのがこちらのお尻側になるような感じで差し込んであげますと。で、これがセットできたら、こちら側にカバーのようにこうやってね、前から入れてあげて、ここのところにこのパーツを差し込んで、はい、太もも周りが完成するという形になります。だからまずここのところにいる関節を作りたいと思います。で、関節に関してはこちらですね。こちらがちょっと上の部分が細くて下が太いっていう感じかな。この状態で持ったら上の部分に、こちらかな、この丸軸風のやつをちょっと入れてあげて、下のところにこの角ですね、これをこうやって入れてあげますと。で、しっかりパチッと入れてあげたら、ここの部分にこいつを差し込んで取り付けてあげる。はい、これで関節が1個入ったんで、この下の部分のところにこいつですね、これを入れるんですが、これが裏だ、こういう風に入れてあげて、ここで差し込んであげる。そして先端の部分にこいつをこう差し込んであげると、これで一応足ができますと。そしたら足首の関節ですね、それを入れてあげるんですけど、このパーツピンを自分側に向けて受け側をこう差し込んであげますよと。で、この上になっている部分をこいつに差し込んであげて、これがまず共通部分の出来上がりと。で、これからこちらのね走行パーツとかの方にまあ組み替えていきますと。で、足首のこのパーツに関しては、これが底ですね。そしてこのパーツをここで重ねてあげるんですけど、1個余ってるのは片足分ですね。はい、一応こちらで1個できましたと。で、もう1個がこちらで、このパーツを2つ重ねてあげて、こういう風にできますと。で、これの前面部分のこのグレーですね、これに関してはシール貼り付けてあります。で、こういう風に2つできたんで、これをこの状態で組んであげると、走行なしバージョンの足になるという感じかな。で、これを関節残しで外してあげて、こちらのところに差し込んであげると、はい、関節ありバージョンになります。で、こちらのね可動に関しては次回紹介したいと思います。で、まずこの状態でこうできたら、底の部分というかね、ふくらはぎの部分にこれをつけてあげて、こちらを前面からかぶせてあげると。はい、こういう感じにしてあげると、武装モードの足が出来上がるという感じですね。ここのパーツに関しては、イメージとしてはウィーニングフミナ、あちらの時の組み立てと似たような感じですね。こういう形で出来上がりましたということで、もう反対側ですね、左足の分作ってしまいたいと思います。はい、できたのがこちらですね。これで両足分揃いました。で、ちょっと先ほど言わなかったんですけど、こちらの前面部分のこのグレーですね、足首のここでは言いましたけど、このグレーの部分はシール貼り付けてあります。一応こういう感じで、まあ一応のね色分けの方もできております。はい、そしたら今度腰パーツですね、腰パーツの方のちょっと準備をしていきたいと思います。で、その時にちょっとね、注意点があるので、またちょっとその辺もお話ししていきたいと思いますので、腰パーツ準備していきたいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応、共通の腰パーツがここで、まあ、追加のパーツみたいなのがこちらという風になっております。で、まずこちらの方の組み立てに関しては、いつもと同じですね。こちらの股関節ジョイントをこういう風に組んであげて、ここにチョボが出てるんでね、これを上にしてあげるよと。で、こちらをここのところにはめ込んであげまして、奥までビシッと入れてあげようと。で、こういう風に配置できたら、前面部分を閉じるときに、これ、こういう風に開くというか、こう倒した状態にしてしまうと、最後まで入らないんでね、上の方にグッと開けて、まあ、一応こうやって隙間を開けておきますよと。で、上のところに、こちらの接続パーツを入れるよと。で、こちら、差し込むのはいいんですけど、ここのところにね、引っかかりみたくなってるんで、こいつと、ここにある溝がはまるような感じになるんで、まあ、前後、間違えないようにつけてあげますよと。で、準備できたら差し込んであげれば、これでバシッとはまりますね。一応こういう感じでできますと。そしたら、
こちらのところにこう、被せるパーツみたいな感じになるんで、そのパーツを用意するのがこちらと。で、このパーツと、このパーツと、このペロペロのパーツを用意してあげまして、こちらの穴開いてるやつですね。背中っていうか腰のところに。こちらには特に、まあ最後に差し込む感じなんで、これはとりあえず置いときます。で、このパーツと、このパーツ。そして、こちらの一番板っぽいやつですね。これを用意してあげて、これを、ここのところに、まあこうやって配置してあげますよと。そして、この白いパーツで閉じるんですけど、これ、まあ差し込みがきついとかそういうお話ではなく、このパーツ自体の処理のお話ですね。になっていくんですけど、正直差し込みにくいもありましたね。やりづらかったです、かなり。で、ここの側面のこの辺だったかなのところに、こう、ランナーのこうゲートがついてるんですけど、そこの部分が結構ね、太くついてて、パチンと切っただけじゃ綺麗に収まらないんで、デザインナイフとかで綺麗に切る必要性があるんですけど、これ、見ての通り、こう、ふにゃふにゃですね。で、こちらに関しても同じなんですね。こちらも同じく側面のここのところでついてるんで、これ結構スパッと切れるナイフとかじゃないと、ガタガタってなるとね、変なところで傷ついたりとか破れたりする可能性があるんで、パーツ処理の時にちょっと注意した方がいいと思います。特に一番切れるナイフとかでね、スパッといった方がいいと思います。で、一応こちら準備できたら、このパーツとここでドッキングさせますと。で、後ろのところに先ほどちょっと言ったね、この特に組む必要性がないって言ったやつを用意して差し込んであげて、で、先ほどのこのペロペロはどうするかっていうと、下のここの隙間ですね。ここのところにある隙間にこいつを差し込んで、パチンと入れる感じですね。そんなパチンとは入らないかな。まあ一応、カッコンという感じで入りましたね。一応こういう風にパーツが段取りできましたと。そしたら、ここのところに先ほど作った足ですね。こちらと、こちら。このパーツをここのところにザクッと差し込んで、で、反対側も同じく差し込んであげると。で、今簡単に差し込めたのは、このパーツ自体がやっぱり軟質素材、柔らかいからですね。これがもしカチカチのこの状態の形状で決まってるもんだと、後ろの方にこうやってね、持ち上げたりとかできないんですけど、これはね、柔らかいんで全然問題なく入りました。で、これで足パーツの方が準備できたんで、最後のこのピンですね。ここのところにポリキャップを入れますと。今まではポリキャップ風と言ってましたけど、今回は完全にポリキャップなんで、これをそのまま差し込んであげようと。で、サイドのここのところに、このパーツですね。こちらをここのところにブチ。反対側も同じくブチッと入れるんですけど、これここのところの間ですね、確かここだったと思いますけど、ここのところに運搬の時に揺れたとかでこれがパキッと折れないように、間にねランナーみたいなのが1枚入るんですね。それをきれいに切り取ってあげる必要性があります。で、両サイドありますよね。それの処理をしてあげて、ここのところのシールも貼り付けてあげると、こういう風に下半身が出来上がるという形になります。そしたらですね、最後に武装系、こちらのパーツをね、ちょっと作っていって、最後に組み合わせて、一応の完成まで今回やっていきたいと思いますんで、そのパーツですね、それを準備したいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応、こっから、ここら辺かな、までが一応武装パーツ。で、こちらが、まあ、次回紹介するとき用の、専用のね、スカートパーツって感じかな。で、さらに言うと、こっから先のやつもそうなんですね。ここのグレーと、ここの白っぽいやつ。これに関しては、一応変形仕様のパーツという感じになってます。で、こっちのね、このクリアパーツ、これはいつもの台座ですね。そういう風に置いてあります。ということで、一応まずはここのね、バックパック、ここの部分のパーツを作っていきたいと思います。で、まずこちらのベースとなるのがこれですね。こちらとこちらのパーツを2つここで重ねてくっつけてあげますよと。で、隙間なくしっかりとバチバチっとね、くっつけてあげて、そしたらここに大きい丸穴と下のところにダブルの穴がありますね。で、ここのところにこの赤いパーツを入れてあげようと。今一発ではまりましたけど、これ逆だと多分ね、入らないと思うんで、これ間違ってもこう入んないですね。なので、ちゃんと形状を確認してつけてあげると、こういう感じで側面になります。で、これの青いラインですね、これに関してはシール貼り付けてあります。で、反対側も同じようにこのパーツ3パーツを組み合わせてこのパーツを作ると。そしたら2個同じものができましたね。そしたらちょっと一旦これを避けといて、こいつですね、こいつの内側、これのここの部分にこの黒いやつをこうやってはめ込んであげると、ギュッとね。ただちょっとこれ板状のパーツなんで、グッとね、変に力かけるとバキバキっていっちゃう可能性があるんで、このね、はまるところだけグッと押し込んであげると、こういう感じで貼ります。で、この側面のところにまた同じくポリキャップを入れてあげると。で、反対ももう一個入れてあげて、そしたらここのポリキャップに先ほど組んだこいつですね、これを入れてあげるよと。で、ここのところにブスリと差し込んであげると。で、反対側も同じように
こう差し込んであげて、こういう感じでバックパックができると。でこのピンが前回組んだボディとつながるんで、こっち側が前ですね。でこっち側が後ろになるんで、こういう風にまあ形状と向き確認して作ってあげます。そしてちょっとまたこれも避けといて、今度このパーツですね。このパーツ自体は組み立ては2つ、ただ単に重ねてあげて終わりなんですけどね。でこれの青と赤、これに関してはシール貼り付けてあります。でこのシールがですね、順番が一応説明書の方ではこれ貼ってからこれ貼りましょうっていう順番は載ってないんですけど、私としてはまずこの赤のシールですね、これ赤のシールを爪楊枝を使ってしっかりと貼り付けてから、この青、そして青、それから最初にこっちの青かな、この親指、私の親指でこっちで触ってる青を貼ってから赤貼って後ろの青と、この順番の方がいいと思います。この青いシールも実際微妙にこう下にこう巻き込むような形で、こういう小型になるように貼るんですよね。でそれの上にこの C の形したこの赤いシールですね、これをこう貼り付けるとなると、ちょっとねこうペタッとこうくっついて微妙に貼り付けにくかったんで、先に全然ねこの赤と青のこの絡むところではないこの前面のこっち側ですね、これを貼ってから赤貼って青を貼るというふうにしてあげた方が私としては貼りやすかったですね。そしたらこのパーツをここの部分の側面のところにこう差し込んであげると。でその際ここのねグリップみたいなやつが下ではなく上向くようにして、ここのところに差し込んであげて、これでバックパックが本当の完成を迎えるわけですね。そしたらちょっとこれを避けときまして、今度こちらのパーツですね、ちょっと1個組んじゃってますけど、この2つのパーツを重ね合わせて上にできる穴ですね、ここのところにこのパーツを差し込んであげて、これで完成です。でここのグレーのやつですね、これに関してはシールを貼り付けてあります。それを一応2個作るという感じですね。ただそうすると、じゃあこのパーツグレーでよかったんじゃねって感じが非常にするんですよね。例えば半分だけ白、半分だけグレーとかだったら、まあシールの色分けかなって思いますけど、全部グレーになっちゃうんだったら別にグレーでよかったんでないって感じがちょっとありますね。はい、一応こういう感じで2つできましたと。であとこのパーツに関してはこちらと同じく切り離しておしまいです。で台座に関してはいつもの通りこのパーツを2つ組み合わせて V で開いて、このパーツとこのパーツを組み合わせますよと。そしてここのところに差し込んで、これで台座が出来上がると。はい、これで一応今回の組み立て物は全部これで、全て終了という形になります。で一応今作ったのがこのバックパック、そして下半身周りと、で交換用の足首パーツですね、これを今回組んでいったという形になります。で前回組んだのが両腕とボディと頭部ですね。はい、まあ、それ以外に平手パーツがあるという形になってるんで、これで組み立てるパーツとして全部これで出揃ったという形になります。なので一応今回はねこれを全部一応組み合わせ、まあこちらのね変形用のパーツは除いて、あと平手もいいかな、そしてこのパーツもいいや、これも避けちゃって、一応今回組んだこちらのパーツですね、これを全部組み合わせて最終的な完成ちょっとやりたいと思います。まず基本となるボディの側面のここで腕を入れますよと、一応奥までぐさっとね刺す感じですね。でこちらも同じくざっくりと差し込んであげて、こういう形、うん、いい感じですね。なんかこうバラバラだとなんか非常になんかこの辺のラインがなんか変な感じだなって私は思ってたんですけど、つながると、うん、こっからここまでビシッとつながってかなりいいですね。でこちらのところに頭部を差し込んで、そして下半身とここで合体と。はい、一応これでミセスローエングリンコ基本が完成という感じですね。そして背中にあるこの穴ですね、このダブルの穴のところに先ほど組んだこちらのバックパックですね、これをつけますと。その際こうですね、こういう形ではなくここの隙間ですね、これをくぐるようにしてこちらを入れてあげますよと。それから背中の穴に差し込んであげるという感じですね。でこちらのテールパーツの跳ね上がりが逆というか横を向くのが正しいのかな、一応こんな感じになれば、はい、これで背中にバックパックもついたんで、これで、はい、ミセスローエングリンコが完成するという形となります。はい、一応こんな感じですね。まあ普通に立たせるとこういう形になりますと。でバックパックのところに接続用のねピンが刺さる部分があるわけではなく、腰にある穴に差し込むみたいなので、そちらに関してはね次回やりたいと思います。はい、ということで一応今回はこちらで完成という感じになりますんで、次回、ギミック編ということでやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。